医学者、政治家。学位は、医学博士。総務省顧問、慶應義塾大学医学部講師、水島博子心の健康クリニック院長。衆議院議員などを歴任した。東京都に生まれる。桜蔭高校を経て、慶應義塾大学医学部卒業、同大学院博士課程修了。その後、慶應義塾大学の医学部にて勤務した。指導教授の大野博氏に紹介され、米国から対人関係療法を導入した第一人者。特に摂食障害の治療に画期的な進歩をもたらした。日本における対人関係療法の第一人者と称している。摂食障害、気分障害、トラウマ関連障害、思春期前後の問題や家族の病理、漢方医学などを専門とする。2000年の第42回衆議院議員総選挙で民主党候補として栃木1区から出馬、船田元を破って初当選。この選挙では不人気の森内閣の元自民党が苦戦し、民主党から多くの新人議員が当選した。水島は1年生議員にもかかわらずマスコミ出演が相次ぎ、代表質問に立つなどして話題になった。2003年、静岡空港建設反対の国会議員署名活動では署名者に加わった。2003年第43回衆議院議員総選挙では、上記の船田元に敗れるも、比例で復活当選した。在職中は、主に厚生労働委員会と、青少年問題に関する特別委員会に所属し、質問、議員立法を行った。児童虐待防止法改正時には、超党派の作業チームの一員として、議論をリードした。民主党、次の内閣では雇用担当大臣を務め、パート労働者の均等待遇推進法案を提出したほか、国会で初めて、ニートという言葉を紹介し、民主党の若年雇用政策をまとめた。このほか、民主党男女共同参画調査会会長時代には、党の男女共同参画政策である、多様なライフスタイルを生きる時代の自立と安心の政策、次世代育成支援、プロジェクトチーム座長時代には、民主党の少子化対策政策である、育ち育む応援プランをまとめた。水島の質問は、BCG 予防接種の期間の変更や、乳児院と児童養護施設の断絶問題を改善する、法改正の端緒となった。2005年9月11日第44回衆議院議員総選挙に、落選後、アメリカ合衆国カリフォルニア州にてアティチューディナル、ヒーリングを学ぶ。2006年2月、一時帰国した際に講演会に向けて、栃木1区からの次期衆院選不出馬を表明した。2006年7月末に帰国。対人関係療法専門クリニック院長、慶應義塾大学医学部非常勤講師、アティチューディナルヒーリングジャパン代表。対人関係療法勉強会代表世話人。アティチューディナルヒーリングと対人関係療法の普及啓発に努める。2009年10月、総務大臣の原口一博の要請により、総務省顧問に任命された。選択的夫婦別姓議員当選以前から、選択的夫婦別姓制度導入のための活動を行っている。自身は、別姓婚の夫とペーパーリサイ婚を繰り返しており、このことが海外のメディアでも取り上げられた。民法の改正は、別姓夫婦の利益のためだけではなく、あらゆる人々が他人の価値観を尊重しながら生きていくという人間としての基本的な考え方の確立につながるものである。多様な価値観を尊重できる社会づくりのために、まずは率先して、法改正をして、国を構成する一番の要である家族に関する法律を人々が生き生きと暮らしていける方向に整備することこそが国民のための政治の第一歩ではないかと思う。と述べている。政策父、水島博氏は元参議院議員で聖マリアン内大名誉教授、祖父水島三十一郎は東京大学名誉教授で文化勲章受章者。祖母水島直氏は、正田秀三郎の妹であり、上皇后、美智子の叔母にあたる。他に、作家の近藤富江、森真由美、水島隆義、伯備京都着物学院理事長らは、水島家での宴席にあたる。ありがとうございます。